日本に帰ってまいりました。今回のオランダと UK のツアーやばかったです。来ましたよ、なお吉岡試行錯誤10年。ちょっと来た感じするんですけど、どうしましょう。本当にあの UK のライブマジやばかったよ事件、ガチヤバ事件でした。本当になんか結構そのベニューがブルーノートみたいな感じのベニューだったんですよ。だからそのベニュー自体にお客さんが結構ついてて、なお吉岡っていうアーティストを知らなくても来てくれてる人もは少しは多分いたと思うんですけど、でもライブ終わってサイン会でいろんな人と喋ったんですけど、みんな私の音楽を Spotify から知ったとか、あとあの YouTube で知ってるとか、 YouTube のサブスクライバーの人とか、ガチのリアルファンでした。リアルファンがロンドンにいました。で今回そのショーの2週間前にソールドアウトしてるんですけど、それもすごいいい結果で、これからもっともっとなんかやっぱロンドンで頑張っていこうよと向こうのあのマネージャーとも話したんですけど、いやーだから本当なんかね始まりましたよ本当に。何をしようかの第何章かわからんが、ちょっと新しい時代また始まってますよ。 10年区切りでもなんか本当に幸せだった今回。音楽やっててよかったって思ったし、私絶対やっぱ ここで生きるべきだって思った。いろんな国に旅して自分の音楽伝えていくっていうのはやらなきゃダメだってやっぱりすっごい思った。自分の生きてる意味をすごく感じた旅になりました私。